ファイト英語物語最終日、日付変わってコスト制限なし非無制限でやっていきますということで、デッキ的に言うとどんな感じを昼間使い回しとったんですかね。朝か、ここじゃないな、これ違うな。ここら辺を最初やっとって結局あれか、オズン先生を最初にしてカールを2番手、まあそっから田島で短縮したり、短縮じゃないわ、シーサマ使って進化したイベキャラ入れたりとか。朝はこんな環境で割と良かったんですかね。どれでもまあまんべんなくというわけではないけど、初手はいろいろいじってましたね。火力重視にしたり、全属性のなんだ、名前出てこん、小町にしたり、あれ、そんでも夜ぐらいになってなんか通用しんくなって、初手をこの高火力にして2番手ヒルズで、あれ、カールを倒して田島で早く倒れて、シーサマで遅延させて、バウアーで短縮してっていうことやったけど、これのデッキにすると全くなんていうんですかね、火力環境じゃないデッキに行くとなんか置物になって勝手に倒れて、なんか眺めとるシーンが結構増えて、そんなんでまあ一番自分的にしっくりきたのがこれかなーって。 C 様で、あのデッキ名28です。カール2番手にして3番手進化したメジェドを入れて、次ハバキでまあ耐えて、最後イベ進化キャラで 100% 吸って、さようならではないけど、使ってみるとなんかエンパさんよりすくなった、すくこれ名前な、何にも覚えてないことばっかりですね。問題も覚えてない、たまたまじゃないの、すくなくなくなくすか、うん、こっちの方がなんかあのあれエンパさんよりいいかなって。早く倒れたい時は嫌ですけどね、逆にこれ耐えちゃうもんね。まあそんなんで、いつも脳書きばっか多いんで、とりあえずまあやっていきましょう。あ、2000ぐらいやるか。せっかくなんで。昼間ほぼ使い倒しとったデッキが、あれ？これか。ちょっとあんま音大きいとあれだもんな。またなんか。あ、ステップに落ちたんか、これ。多分これ落ちたんだ。あ、そうだ、夕方、夕方違う、あ、6時とかそんなもんぐらいか、夕方ですね。負けまくったんだ確か。なんかどれ書いても全然通用しんくなって、なんかちぐはぐしたしで、朝方は似たようなデッキだったんですけど、やっぱ夜のあれですね、難易度が高いというか、環境がそれだけ厳しいんかなって。オービット、オーチャード、オーダー、ムーン。オービット。でもあれだな、使っとって面白いのは、やっぱり初手効果力でどんどん倒れていくデッキのあれですよね。やりがいがあるというか、カールは耐えちゃうし。Something to be taught by teachers. Listen.Tournament, fashion, opinion. それにしても本当このイベカールはあれ硬い。Listen. 本当もうあのうどんでスキルかけても本当これ硬いわ、敵から。あれ多分あれたまに巡ったのって、あれ全部幻想図してる人なんでしょうね。硬い本当に、たまったもんじゃない。 Center, base, side, rear.こういう時にポカーンが音役に立ちますよね。ああいうターン数残っとるんだけど体力少ないキャラを全体攻撃だから
やってくれるから、まあ食べ死んでいいかなって、まあ、問題ミスとかそういうのはまあさておいて、そこまででもこれなんていうのかね、めちゃくちゃな致命的な問題ミスとかしとるあれじゃないから、やっぱデッキの問題の方が大きいんかなって。ヌー midnight midday daylight、 あのあれ長期戦やって勝率7割ぐらいの人ってすごいな。最初はなんか瞬間的にいけるかなという感じもあるけど、20戦ぐらいしてくるとだんだん落ち着いてって、結局あれですもんね、6割7割がなかなかあれだな。 Without a doubt, probably, directly, basically, definitely。 この進化メジャーの一番の骨頂は全属性。これメジャーとか機能しん時って、あの色変化した時あれが辛い。Definitely。 弥彦先生地味に仕事しとるな。2体も遅延すか。そう、これを例えば味方にあのアレイマスが、あいつあいつ沖縄の進化して赤になるやつ、マンタの Pain, Rush, Mark, Lose, Hurt。あれがあの変化した時の水になっちゃうと逆にあんまあっさり全体やられちゃう時多い。あれ全属性じゃないと逆にダメだもんで、でも地味に使いどころ合うかなと、あの進化メジャーとは。どの色でも使えるし、なんか火力ないのが弱点ですけどね、ただ耐えるだけっていう。うん、でもこれ結構コスト上がったとこでも、あのあれ割りかしなんかもう火力環境っていうの、なんかご利用しすると結局止められて先に倒れて何もせずっていうとこだから、トータル的にハバキみたいな全員に防御下げてさらにターン継続とか、そう費用対効果高いののが結果的にあれなんかな。あれあのミカ先生もしかり、このあれこのキャラはなかなかあれですね、環境を本当に壊したっていうか、結構あれですね、今なんか英語物語のキャラだんだん少しずついい意味で環境を壊してくるキャラをじわーん出してくるなって。これも耐えるだけとかいう瞬間ももちろんありますけど、イベ補正があるであれですよね、無理やり使いましたね。これは今日ガチャ引いたののキャラ引いたもんで、それでもう1体引いたんか、あそうそうそう2体作れたもんで、それだでもう無理やり使おうかなって、せっかくだでイベキャラで補正効くし、スズメは本当に手強いな、体力多いし、なんともなんともで、ほんであのあれですよね、あのなんだあれあれ水変化で対策で入れたんでしょうね、自分も最初やってましたわ、このイベ進化キャラの 100% を防ぐためにあのなかなかあれだね、あのトランプの最後のババ引きみたいで、お互いに考えそうでしょうね、回復出ろ回復出ろ回復出ろ、どっちのチームも多分考えそうじゃないですか、最後は回復出てくれ回復出てくれって、あと数がって、うわーってみんな言ってんじゃないですか。 Thanks。 まあまあこんな感じで午前中は結構これで通用した瞬間が結構多かったんですかね。 Thanks。 なんかだんだん負けて落ちていったな。うん、まあ特に問題はいいということで、それでせっかくなんで、まあ一番やりやすかったでもう一個のデッキでもやっていきます。それからアカウント変えます。どれだった？
あれヒルズじゃない、ヒルズだとあの相手にカールとか出んとき置物になった瞬間が虚しかったんで、あれあれスーパーうどん、これでいきます、レッツラうどん。本当はこれがあれですね、勝ち負け抜きにしたら割と早いし、ただこれ弱点なのが環境が落ちたところでこれ使うと全く機能しないっていうの、そういう瞬間が多い。ただ早く倒れてほんとじーっと見守っとるだけっていうのは結構多かったもんで、そこら辺がまあどうなんかなって。あ、そうか、部屋分けすると結構人が集まらんっていう瞬間もあるんだ。っていうかこんだけ手持ちのキャラ持っとって幻突させとって、この成績はなかなかあれだよなって。そこまでなんかチーム、ああでもあれか、タゲとかが結構あれかな、よろしくない部分はあるかね。7割の壁がほんと遠いよな、なかなか。アッシュですか、広報担当かと。あれだよね、このコンセプトはほんと1ターンで倒してくれんと生き残ったらいかんですよね。カールなんか絶対使えんもん。 A person whose job is to care for the teeth and mouth. Dentist, lawyer, nurse, clerk. ナースでもなんかできそうですけどね、っていうツッコミはなしか。そう、最初あのあれ名前なった山さんだとか、あれも使ってましたよ。うどんよりこっちの方がいいかなと思って。ポカーンを倒したいけどな、ポカーンでいいか。ポカーンはでもやっぱあれですよね、使う人多いですよね、よく見る。本当に環境上がってもやっぱり見る。入手難易度がやっぱ結構ガチャで出るってことないけど、悶絶じゃないし、わりかしまあ水入っとるんでっていう。おっていうか倒せてないか、なんで、ちょっと待ってよ。え、回答そんな遅かったか、ダメ見てなかった今、後で見直そう。嘘、マジですか、何問題レベルかなんかこれって。スキル使って倒せてないの、いくら水入ってないと。え、嘘、マジで、いかんがこれ、計算ミスだわ。あのあれなん、生き残っちゃいかんすよ、倒れてくれんと困るんだよね、汚い弥彦先生、仕事人が。遅延の問題はあれですよね、遅延して遅らしただけでそのまま結局スズメに体力負けするっていうシーンも自分もなんか多々あったもんで、それもなかなか考えもんだよなって。全然機能しんなこれやると、マジつれ。本当はこっち倒したいんだけど、なんかうまくはまらんかったな。このデッキってやっぱあれですよね、全員火力環境のところで突っ込まんと、あの夜とかのジャンプとかで本当なんか猛者が集まるようなところで。あの5人が全員ずつ死んでいくような環境じゃないとなかなかこれ全然意味ないじゃん、こんな。まあこれもまあ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 、まあ、そういうのもありはありということで。でもほんとあれだな、やっぱり6割か7割の壁が難しいですわ。うん、なかなかね、ほんとついなんかでやっとる人なんかでもやっぱあれなんだね、あのイベキャラを完全に幻突して恐ろしいな、使い切っとんでしょうね。At first, for the first time,
First of all, あれ。嘘。A gray powder used in building which becomes hard when mixed with water, sand, chalk, stone, cement. ちょっと待った。やっちじゃないやってアットファーストに書いたんだけど、あ、これ完全にあれだね、あれ倒して、あれ自分ミスってなかった、倒してましたもんね。めっちゃやらかしとるね。結局私のせいか。え、ちょっと待った、ちょっと待った、めっちゃさっきの問題ダメージ引いとるわ。Thanks って言うけど、あれ自分貼っとったらねえ鼻がなんか今出そうになります。あのやっぱりこれごめんなさいっていうボタン欲しいですよね。そうだね、6割ないですもんね。これあかんすよね、こんだけ手持ち持っとるくせに。ちょっと待った、これ、いやまず最初にこう、うん、そう、ファーストハンドあれだけど、最初はだったけど今はファーストボール、そう、ファーストボールで、あれそれじゃねえよな、でアットファーストに変えたんですよ。ちょっと待って、これは復習用の写メで、まあ当たり前、こんなもん問題を間違えるために解いとるんだから、もう問題、今復習問題増やすのほんとマニアだで。これ答えだけ覚えちゃいかんないですよ。ちゃんとこの他の選択肢の意味まで全て込めて、これを口で口頭で説明できるふうにしんと、そしてそれで自分で覚えたっていう認識にしんと、あれ明らかになんか結局自分のせいで勝率下げとるのかなって持ってきた感じで。For the first time, at first hand, first of all. First of all. First of all. まあそんな感じで、ちょっととりあえず今日中に、今日中っていうかもうイベント時間ないんで、デッキ変えて向こう行きますということで、チェンジ。はい、ということで、アカウント変えてこっち来ましたけど、うん、こっちはこんな感じ。ほとんどあれですかね。5割ぐらいですかね。こっちはもうほぼ選択肢がなくて、あれどこ行った？便所行きたいけど、時間あれだで頑張ってこの一戦だけなんとか終わらせんと。あれ？これだ。いやもう、ん？デッキ的には全く落ちて足りてなくて、朝ちゃんがなんとか火力あるもんで、まあ初手ぐらいはで、カールは今日引いたんでもう無理やり入れて、まあとりあえずちょっと時間あれなんでやっていきましょう。ヘビも全然足らずというところで。ボリュームでかいかな、これでも。動画で確認すると結構、すごいね。こっちがジャンプによって向こうが、これ、勝率5割がジャンプによって、6割前後のやつがステップによってどういうことですか？まあそれはそれでいいとして。まあでもやっぱこうやって、あのあれ小町とか入れるよりこの火力で押し切るデッキのが好きだな、やっぱり。あのあれ名前出てこん、あの火で火力強いやついます、あれでもそうですもんね、1万ぐらい出してますもんね、火力。本当はカール攻撃したいんだけど、地味にあのスズメもめんどくさいな。
こう回答のやっぱあれかな、問題のレベルとかより秒とかでなんかあれかな、今まで見てなかったんだけど、この与えるだっていうか1400しか与えてない、どういうこと、あそうか、カールで削られとんだ、モデスでもダメなんかな、これは意味合いとしては、まあ秩序なんかに従うってことですもんね、要は謙虚でも従いますもんね、そうそう、このあれマンタで水変すると、さっき話あの進化メジェド、あれのモント効力がすごい落ちる、あれはやっぱあの全属性だからこそ生きるという、ソートでいいかレイトでいいか、種類だよね、レイトでもいいよね、ダメかな、そうだね、相手にあの水水がおると変化できんという呪いにかけられますもんね、汚な忍者に小さまに、これ勇気でもダメかな、いや一生懸命働くのってそれはあれか、日本のなんかサラリーマンでするような言い方か、最初はここのイベマタドールのところにあの水変化のマンタ入れてたんですけど、なんか使い切れん場面もあって、後方アッシュ入れても結局イベ変化されて消されるということで、まあギャグでこれ入れた限りで、相変わらず遅延がなんかにらみ利かしとるな、あの怖い目で、あの焦点が真ん中で、あれまた蘇生したらもう一回止めようという腹黒い考えしとるな、みんな腹黒いっちゅうね、こうなるとあれだな、蘇生ないと弱点ですよね、そうだな、自分ほとんど最後蘇生入れんから、へそ曲がりというよりみんなが入れるからあんま入れんでもこれどうだどうだどうだ、これひょっとしてこの展開はあれじゃないですか、法一の方が強いんじゃないですか、私のベルバはハリボテですよまあそういう最後もありということで、Thanks。なかなかでも稀にないですよね、この全員蘇生がいないという。Thanks。それにしても今気づいたけど、こっちのデッキがジャンプによって、向こうか、ん？ステップか。なかなかあれだな、まあ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 、問題はとりあえずいいとして、まあまあこんな感じでなんとかやってきましたということで、そうだな、まあまた精進して本当に、そうだな、どこら辺なんでしょう、今回だとやっぱあれかな、イベキャラのこういう補正が効くカールかベルリンを初手にデートもどっちみちあれか、朝ちゃんとかで1万ぐらいで貫通されるから初手はもうあれか、効果力の逆にあれかな、あれでも何なんだろう、自力にしたり進化あったりして試しとるんですけど、全然数字出ん時とかなんですよね、なんか微妙に出ん時とかってどういうあれなんだろう、最近ちょっとあの与えるダメージも細かく見るようにして、あのあれもうやらないですよっていうのがいつも何、まあ、これひどい言い方するけど、今こうやって動画撮っとるときは
1個のアカウントでやったんですよ。普段あの2つでやったんですよ。だからそこまで見とる余裕がないっていうより、2台置いて iPad を画面でかいんですけど、こっち iPhone だと字が小さいもんで、なんか問題とか細かくてあんま見えんのですよ。だから音だけとかで判断しとったの。ひどいですことね。このマルチタスクは絶対やめた方がいいですよね。マルチタスクでできるようなことって結局大したことやってないんですよ。また、いかん、脱線しだした。まあ、とりあえず、ちょっともう、収集してやめましょう。お手洗いも行きたくなったんで。まあ、こんな感じのデッキになって、あれ、最終的には。まあ、またぼちぼちコツコツと毎日200問は乗るまで育てながら頑張って、また次のイベとかに協力イベも来たで、ガチャ引いてくるかなと思ったら協力イベ来たんで、まあまあそんな感じで、こっちの全然、なんかハリボテみたいなデッキが、勝率5割前後うろうろしてるんで、ジャンプによって、あ、ジャンプじゃない、ジャンプでいいんか。向こうのなんか、2年以上やっとるアカウントで、ほとんど揃えてるキャラのが、1割以上勝率良くてステップによるという、まあまあ謎なというところで、もうまとまりなくなるので終わります。はい、まあそんな感じで、以上、英語物語復刻ドイツイベント最終日、非コスト無制限でした。そんな感じで終わり。